はい、こんにちは、こんばんは。まこきたさんです。本日2月11日木曜日であります。建国記念日ということで、お休みの方も多いのかなと思いますが、今日は天外と東郷の確執、松竹家庭劇は一度分裂し、スイートホームとはっていうことに関して、お話ししていこうかなと思います。はい、ということで、今日のあらすじなんですけれども、久しぶりに若村麻由美さんが、山村千鳥役でサプライズ出演されました。ご存知のように、武井壮は山村千鳥一座に入門し、その後鶴亀映画に入社します。そして現在に至ることから、千代にとっては初めての師匠となる方であります。そして山村千鳥は役者の基本みたいなアドバイスをするんです。それは、役者は自分が演じる役の人物がどういう人物なのかよく知ることが演じる上で重要だというふうに発します。そしてそれは喜劇であろうがなかろうが、その根幹は変わらないというかなり深い言葉、アドバイスを受けました。そうしたことで、千之助をより笑いが多く取れるのかどうか、一平の座長を守れるのかっていうところが今後の、見どころになってきます。今回はドラマ中でたびたび千之助と一平が揉めるシーンが描かれていましたが、史実ではどうだったんでしょうか。今回はそのことについて触れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。おそらく私がこれまで上げてきた動画では、昭和3年に松竹家庭劇が旗揚げされ、そして昭和23年に松竹新喜劇が旗揚げされるという、簡単な説明しかしてこなかったと思いますが、実際はごたごたがあって、松竹の、社長である白井松次郎が仲介に入ったということについて触れたいと思います。昭和3年、渋谷天外と蘇我之東郷が松竹家庭劇を旗揚げします。これは松竹幹部の意向で、蘇我之五郎劇の一人勝ちをよしとしていなかったため、松竹家庭劇旗揚げに支援をしたということであります。二代目渋谷天外は脚本に集中したかったんですが、蘇我之東郷に許されず、役者としても頑張っていた時期になります。翌年、昭和4年、渋谷一夫、改め二代目渋谷天外を襲名します。そして翌年、昭和5年、渋谷天外となにわ千恵子さんが結婚されるということであります。その後、いろいろあるわけですが、昭和11年、東京へも進出するということで、勢いが止まらないということになります。しかし昭和21年、天外と東郷の、度重なる対立から、天外は浪花千栄子と共にスイートホームを旗揚げし、松竹家庭劇を退団する。そして各地を、スイートホームという、劇団で、旅巡業することになります。満州から復員した藤山寛美さんと合流することになります。その後、蘇我之東郷が病に倒れます。そうなると、もう松竹家庭劇は自然消滅みたいな形になっております。復活した後、東郷は古巣の、五郎劇に参加するようであります。しかし昭和23年11月、ずっと喜劇王に君臨していた五郎が逝去するということで、松竹幹部が動き出します。一本化の道筋をつけたのは、松竹幹部の白井松次郎であったと言われております。
一本化の道筋とはどういうことかと言いますと、五郎亡き後の蘇我屋五郎劇と松竹家庭劇、まあほとんどまあ消滅状態にあったんですが、松竹家庭劇とそして、スイートホーム、この3つの喜劇団を一つに一本化し、昭和23年12月に劇団松竹新喜劇を旗揚げしたということになります。従いまして、いきなり松竹家庭劇が松竹新喜劇になったわけではなく、その中でには喜劇王だった五郎、蘇我屋五郎が亡くなったり、東郷と渋谷天外の確執みたいなものがあったということであります。はい、今回はドラマ中一平と千之助の対立が何度も描写されていましたが、史実上でも天外と東郷の間には喧嘩が絶えず、天外と千恵子がスイートホームを旗揚げし地方巡業していたことなどを紹介してきました。今日ですね、 NHK のツイッターで公式アカウントの方からおちょやんは5月15日土曜日が最終回となることが書いてありましたので、まあ、あと3ヶ月ちょっとですねあるということですが、どのようなエンディングになるのか楽しみですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録も非常に励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。幕北さんでした。